ではメック、アルト、ロッテンブルグのオリーブ製の楽器をいきたいと思います。なんか模様なので、この、 見た目が好き、受け入れられる方はとってもいい楽器だと思うんですけど、その音色を吹いてる感じ、結構オリーブって重い感じがするんですね。結構抵抗感強くって、まあ、音の広がりも結構強いんですけど、木が持った感じはすごい軽いので、その重い木と軽い木の、まあ、いいとこ取りっていう感じの素材ではあるんですけど、それよりもこれからそのローズウッドっていう素材も、まあ、同じようなことを多分言うと思うんですけど、この個体に関してはこの楽器、同じモデルがいっぱいある中では、この個体は特に息がより入っていって音が広がる感じがしますね。まあ、ソロでも使えるんですけど、こうやってなんかアンサンブルをやってる時に鳴ってくれるアルトとかがいてもとっても心強いと思うので、これもまあ揃い用としてご案内されることが多い楽器ですけども、まあ、アンサンブルの中でも十分に価値を発揮できるんじゃないかと思います。